えー、っとね、キョン・ルワーの選び方の話なんだけれども、僕の中で一番のセオリーは、水が流れてる、例えば川の中とか、磯平とか、まあ、要は風表で、要は水が動きがいいときですね。そういった時はルワーを動かさない方が釣れると思ってます。だから、えー、スネコンのデッドスローだったり、ブロイムをウェート戻した後、 よくイメージとしては置いとくようなイメージでデッドスローですね。それがそこに釣れる。で、そういうのがない、水の動きがない、川が流れ、潮止まりって時は、波動の強いルアーとか、水面でバチャバチャやったり、ジャッキングをしたりして、水を動かしていく方が釣れる。っていうイメージで、それがもうまず一番上に来る、なんかルアー選びチャートで言えば一番上の二つですね。そこからまあいっぱい発生するんだけど、 あの流,れ流れてたら、動かさ、ルアは動かさないって方が断然ですね。<laughs>